い、皆さんどうもこんにちは、ゆるりです。今回マインクラフトやっていきましょう。ということで今回は皆さんこれ知ってますか？これ多分昨日紹介したであろう、まあ、これ多分 TNT を使った、まあ、その、まあ、こうやってね、自動的に動かすマシンがあるんですけど、で、僕そこをちょっと追いかけてみたんですよね。なんかたまに来るんですよ。なんかそれによって、まあ、先に勝手に進まれるから、まあ、家が勝手に破壊されると。で、それを修正してくれると来るんですけど、まあ、でもそれはやっぱそのマイクラの仕様的な部分であるから、まあ、無理だって話になってるんですけど、で、まあ、それをちょっと追いかけたところです。なんかね、面白そうなところがあったんで、ちょっと今回見に来ました。ということで、これですね、これ。で、多分ここもすごい、多分その被害に遭った場所なんじゃないかなって思ってるんですけど、皆さんここ見てくださいよ。なんか周りないんだよ、これ。あれ？周りにさ、なんかそれらしき痕跡がないんだよね。あれ、おかしいなって思って。ってことで取り上げるわけなんですけど、これ何があったんですかね？これ何か拠点があったのかな？でもなんかネザーポータルがあるし、なんか拠点はあったのは多分事実だと思うんですけど、まあ多分何かあったんだろうね、これ。ほら。水がいっぱい垂れてて、なんかすごいね。なんか奥の方にまで家があるんですけど、なんかここだけなんですね。はい。で、まあちょっと周り探索すると、まあまあ、あれがあったっていう感じなんですけども。で、まあまたあっち行くとね、またいっぱいそれがある、跡があるんですけどね。はい。ということで、これ、何があったんでしょう、これ。多分誰かの家があったんだと思いますけど、誰の家なんでしょうか、これ。全くの謎です。はい。ということで、ね。またもしかしたら村をね、ただ破壊しただけかもしれないしね。まあ謎なんですけどね。はい。という感じです。はい。ということで、皆さんよかったらチャンネル登録ね、高評価よろしくお願いします。またお会いしましょう。じゃあね、みんな。バイバーイ。